Hello, Tenbinda san. How you doing? I'm Crystal from Honolulu. 今日は、遅くなりましたけど、2月の、Tenbinda san の、運勢を見ていきたいと思います。カードは4枚引きます。そして1枚目は、過去って言っても、お正月から1月いっぱいまでって感じかな。そして、今現在ね。そして近い未来、2月いっぱいまで。そして潜在意識を見ていこうと思います。はい、前並べますね。はいはい、じゃあね、1枚目引きますね。はい、天秤座さん、どうですか？お正月から1月、いっぱいぐらいまで、ちょっとお休み期間でしたっていうのは、精神的にと、体的にもっていう感じでお疲れだったのかなと思って。まあでもね、去年とかもね、本当よく頑張りましたね。結構ね、まあ、人間関係バランス取るのが上手だからこそ大変だったと思うんですよね。で、全般的に乙女座じゃなくて天秤座さんね。だからなんか今年って結局この2月4日が立春でしたよね。それが本当の2024年のエネルギー、要は運気って、こうバイオリズムで言ったらそれがスタートするんですね。だからまだちょっと、時期的に言えばちょっと雪がまだ積もっている感じなんで、天秤座さんだけじゃなくて、結構こうみんな気持ち一応スタートしてるけど、エンジンはめちゃめちゃかかっている人ってなかなかいないと思うんですよね。おひつじ座さんとかめちゃめちゃかかってそうやけど、そう、そんな感じで、ゆっくりされていたんではないでしょうか。でもこのカードのそのお休みの期間っていうのは全く悪くないです。だってそうだな、例えばなんか有名になった人が、いや実は私、僕、何年か鬱でずっとも本当人にまず家こもってたんですよっていう話とかよくあるじゃないですか、ドキュメントとかでも。そう、そんな感じで、それって別に病んでたんじゃなくて、すごいことをなすとか、まあ量があるんですけど、その人のどのぐらいステージアップして何をするかとかの、話し合いが上とハイヤーセルフと自分とちゃんとそこもコントラクトしているんですけど、それによって休む期間って違うんですよね。だから、まあ、まだ今現在引いてないけど、もちろん、1週間の人もいるし、大げさな話1年の人もいるし、2年とかもあるし、そう、そんな感じです。その次にやることの自分の計画がもう、それも実はちゃんと本当は決められてるから、大体大きなことであれば、それのお休み期間です。だからエネルギーを貯める、そしてだから栄養補給を、今もまだちょっと休まれてるなっていう人だったら、ゆっくり休んで自分のしたいようにお家でやって、栄養を、心身ともに与えてあげてください。はい、じゃあね、現在、タラーン。ね、いいですか？これ。これはソードの4なのね、4なのね。で、こっちはワンドの4になったのね。同じ4と4で、ごめんなさい、4を一応説明させてください。4が出たからね。4っていうのは、まず中国人と日本人の中でも言う人いるけど、悪い意味の4じゃなくて、フォーメーションを組むとか、東西南北とか、ニュースっていうのも東西南北から来てるんですよね、英語の頭頭取って。あと火地風水とか風林火山とか、ピラミッドの四隅とか、椅子も、テーブルも四つ足の方が安定しますよね、三つ足より。そう、四っていうのは安定なんですよ。だからこれ安定のためのお休み。そして、何かもうすでに気持ち、安定してる感じになってますか？もしかしたらこのお休みで気持ちにすごく本当に栄養が耐えられて、別に何してるわけじゃなくて、まだお家にいてもお休みちょっとスローダウンされてても、うわー、なんかこれが本当にこれ幸せだっていう風に幸せって思えるってことは、心にもう安定が戻ってきてるってことなので、そう、その安定が戻ってきているっていうか、安定している幸せな今生活時間を過ごされていると思います。
はい。そして3枚目は、近い未来2月いっぱいにかけてです。何か、しようとされてますか？何かしようとしてますか？これは本当に、休まれて、この流れで言ったら休まれてやるぞって感じなんですよ。本当に自分の決意と熱意が、すごいんですよね。そして、多分このね、黄色っていうのは、ごめんなさい、英語しかない、God of Finger って言ったり、ちょっと私、日本語で言ったら玉ゆら、ちょっと合わせたいけど、でも私は玉ゆらっていう時もあるんだけど、とにかくオーブみたいに、すごく、神に愛された、エネルギーなんですよ。なんかこう黄色い花花びら散ってるっていう風に見えるんだけど、そうじゃなくて、幸せの、成功する、エネルギーなんですよね。玉ゆらっていうかオーブっていうのかな。そう。そしてこの緑の、月桂樹の葉っていうのかな。本当に勝利がいくぞみたいな、まだ何もしてないんだけど、いくぞっていう感じになって、そこにはもうすでに、前祝、予祝、早先に祝福もされるぐらいいいことですよという意味です。もう今決めてるか、これあのことだなって思っている人はぜひ進んでください。おめでとうございます。素敵なね、今年のね始まりですね。はーい、はい。ね、潜在意識で思っていることが、はい、やっぱ大変だった人が多いかな。ね、逆位置になります。ね、5 of Pentacles の逆位置なの。だから、抜けるってことです。抜ける、気持ちがね、これペンタコだから物質的なんだけど、もちろんいやいやもう生活も大変だったですよっていう人方もいらっしゃるかもしれないし、なんか小人とかでお仕事が減ったとか、もしかしたら、転職とか何か考えて、新しいお仕事に行ったりとか、副業を本業にしようとしてるけど、まだ今軌道に乗ってないとか、まあそんなこと当たり前だけど、だけどやっぱりその大変な時とか、ちょっと苦痛やなって感じたりとか、人の中にはなんか、寂しい、ひもじいって言ったらいいのかな、ちょっとプアな気持ちになってたっていう感じ、まあ本当にこれの反対なってたのが、いや、これだったらね、それが、もう終わるよっていうことです。大げさじゃなく、カードの中の一つの意味にミラクルハプンっていう、ミラクルが起きるよっていうぐらいもう反転するんですよね。そう。それであとは、まあ突然、反転、なんだろう、ごめんなさい、そう、状況が変わる、ちょっとずつ右肩上がりになるとかじゃなくて、入って変わるのね。オセロで言ったら黒が白に変わったりとか、手品の人がなんかこのなんかただ何にもないかなんか豆みたいなのがいきなりシャってあったら鼻に変わったりするの、昔とかあったのあるじゃないですか。あんな感じでいきなり花が咲くっていう感じになるっていうことが潜在意識にあるから、それがもう出ている人もいるかもしれないし、このカードが現在出てるからね、うん、何がともあれ、それが、もう、自分の目の前に内側が先で、目の前が後なんで、そう、具現化がね、あなたの前のシーンに現れまして、前のシーンがいやいや今反対だよ、まだしんどいよとかいう人がこのカードには、このリーディングには今出てないけど、もしもあったとしてもそれは過去の産物なんで、やっぱり地球っていくら波動が上がってきて、思っていることが早く具現化するスピードはもちろん上がってます、スピードアップしてきてます。だけど時間差は絶対あるっていうのがこの地球上のルールなんで、うん、ってことは、どうしてもみんな目の前で起きていることにすごく首突っ込んで、なんかそれをまた直そうとしたり、なんか修復しようとしたりしがちなんだけど、その気持ちも本当にリアルすぎてわかるんですけど、でも過去の産物であって、過去のホログラムのものであって、本当はもう本当に怖いかもしれないけど、ベストはもうそれよりも内側変わる、もうそれより触らないっていう風に、
耐えるって言ったらよくまたそこで苦痛を生み出すから、はい、過去の産物ね、今私の内側はこれだからって言って早く内側を、立て直すなり、内側がもうすでに、いい感じになっている場合はそれを24時間のうちできる限り何時間、できれば24時間ですよね、ずっとそれを保てれるかどうかっていうのが勝負であって、そう、もうそれがすごい多分皆さんも分かってきてるし、みんな分かってきているから、たくさんの人が多分具現化している人もいると思うんですよね。そう、でも何やと思われ、そのぐらいもうパッて、あの時間差があるとはいえパッと変わります。うん、こんな感じです。よかったら、参考にしてください。どのぐらい変わるかって言ったらまあ内容によりけりかもしれない、内容によりけりかもしれないけど、まあ例えばもしもそれがまだ体験今までしてないめちゃめちゃ若い子が見てくれていた場合とかのことを思ってちょっとお伝えしますね。例えば私は主人も日本人なんですけど、ハワイに来て永住権に当たるまで最初はスポンサーとかをやっぱみんな渡っていかなきゃいけないんですよね。スポンサーがいて永住権になるんやけど、スポンサーもがの人たちが、いなくなって、なんでやったっけ、もうそれさえもなんかストーリーすぎて忘れてしまったけど、まあ多分普通からしたらおーってなるような、そして明日からどうやって生きていこう、どうやって仕事をしていこう、ビザもなくなるかもしれないしみたいな時に、1日かなぐらいで次のスポンサーが向こうからやってきた。本当に本当に本当に多分これはハワイに住んでる人でも驚くと思うんですけど、それはあんまり別に誰に言ったわけでもないんだけど、でも私と主人からしたら、いやなんかそうでないと困るよなみたいななんかその時はなんかもう若いし、なんか今はもう日本に老後は日本でしょうと思ってるけど、私行き来できるんだけど、いやなんかもう全然ハワイに住もうと思ってたから、そうそうそう、なんか帰るのとか、まあ、なんかとりあえずハワイでするものは当たり前し、永住権は当たり前と思ってたんで、なんか当たり前じゃないっていう風に思ってたのが、そう、そういう風に思えばすぐ来るし、反転で1日とかってすごいと思うんだよね。なんか多分まあなんかちょっと参考になったか、そんな感じで、本当反転って起きるから、しかもそれもう20年も前の話だから、そう、そんな昔のめちゃめちゃ具現化が、時間が、具現化にかかる時間がすごい長かったにしも、その時代でもそういうことが起きるから、今ってその人それぞれで起きることがあるので、反転します。おめでとうございます。多分ねこれ去年だと思うんだよね。去年お疲れ様でした。今年は、結構いい感じでぐんぐんぐんって、ね、特にね、この春から先5月の26日後とかすごい良くなるから、今からもこういう風に上がっていくんでね、お疲れ様でした。楽しんでくださいね今年、Thank you for watching、サソリ座さん、あ、サソリ座さんじゃない、サソリ座さんじゃない、ごめんなさい、天秤座さん、楽しんでくださいね。